EMU システムズはかつて存在したアメリカの音響機器メーカー、シンセサイザー、サンプラーなどの電子楽器を製造、販売していた。1993年にクリエイティブテクノロジーに買収され、エンサニックと合併した。その後 EMU は2011年に解散し、クリエイティブテクノロジーの一部署となった。2010年以降は楽器は販売しておらず。 現在は、スピーカーやヘッドホンのブランドとなっている。E.MU <い> Systems は、1971年に、デーブ・ロッサムとスコット・ウェッジにより、シンセサイザーメーカーとして設立され、モジュラーシンセサイザー等を開発、販売した。また、シーケンシャルサーキット社のプロフェットマイナス5の開発に、協力し、プログラムのコンパイラやポリフォニック、スキャンキーボードの OEM 提供を行った。 このプロフェットマイナス後のライセンス収入がなくなると EMU は16ボイスのアナログシンセサイザー ODT の発売を断念し起死回生のために低価格のサンプラーエミュレーターを発売これが大ヒットし EMU はサンプラーやサンプルベースのドラムマシン低コストのデジタルサンプリング音楽ワークステーションのパイオニアとなった2003年以降は pc 向けのオーディオインターフェースとソフトウェア楽器エミュレーター X を発表し、それ以前に販売していたハードウェアサンプラーや音源モジュールの一切を販売終了した。その後は2010年に発表したミディキーボードのショートボード49、ロングボード61の発売を最後に楽器は販売していない。1993年にクリエイティブテクノロジーに買収され、 同社の完全子会社となった。1998年には、クリエイティブテクノロジーによって、シンセサイザーとサンプラーのメーカーであるエンサニックが、買収され、EMU と合併した。2011年に EMU は解散し、クリエイティブテクノロジーの一部署となった。2018年現在、EMU は、同社内に存続し、 サウンドブラスター向けのパッシブスピーカー XM-7 やフォステクスの OEM によるヘッドフォン等を発売している。EMU はシリコンバレー郊外のカリフォルニア州スコッツバレーに本拠を置いていた。日本の事務所も存在した。e ミューモジュラーシステム e ミューエミュレータアイヒット商品となったエミュレータシリーズ。ありがとうございます。